はい、皆さんこんにちは、山城と申します。では今日はですね、どこに来そうかというとですね、三重県四日市もおなじみですよね、四日市安田路鉄道の日永駅ってことで、日永一丁目でしたっけね、ここは、ね、そうよね、日永一丁目に13ね。はい、ということでね、いやー久しぶりでございますよね。久しぶりというか、まあ皆さんはね、いやいやいや、なんか、なんやかんや言いながら毎日投稿しとるじゃないかとね、質のレベルはどうであれね、質の低い動画でもございますから、なんやかんや言いながら毎日出しとるんやと、ね、いうことです、ございますがですね、実はこういった外に出て撮影するのは本当に久しぶりですよね。年末、そう、年始は一切撮らなかったし、だから秋口ぐらいからずっと撮ってなかったんですけど、今日はね、久しぶりな、だからあれか、京都行った時以来か、ね、ということでですね、今日は久しぶりに外に出てね、撮影をしようということでございますね。で、何をしようかというとですね、まあ何やかにも言いながらこの訪れてる四日市安田路鉄道ですね、考えてみたら、まだやってませんでしたよね。安田路鉄道のターミナル。そうです。ということで今回はですね、四日市安田路鉄道ターミナル完全制覇の旅ね、やっていこうと思いますよ。いやいやいや、お手軽企画ではお手軽企画でございますけどね。何せね、地元でございますからね。そう。ちなみにね、そっか、もうこのぐらい時期なんですね。日永のね、梅祭りでもやってるってことでね。ああ、どうしような。会場にはね、ちょっと遠いんですけどね。まあ、3つ入りましたからね。行っちゃいましょうか。バスは知ってますんでね。さてと。まずはね、日永駅なんですけど、日永駅はもう何度か紹介をしてますよね。まあ、こんな感じで駅前はちょっとしたね、お店がちょろちょろっとありますよっていう感じで、ただここはあれなんですね、今空きテナントになっちゃったんですね。13通ね、今募集してるみたいですね。業種は不問らしいですからね。なるほど。まあでもね、自販機がね、キャビアの自販機とかありますんでね。ああ、駅前、まあまあ行くんですよ。そこの、ね、先に有竹さんってね、リックスの、酒屋さんでね、いろいろ売ってる酒屋さんみたいなね、ところもありますしね。でね、そう、今日はね、じゃあ、日永駅からね、どうやってしようかって言ったらね、まあ、いろいろ移動しますんでね、せっかくなんでね、1日乗車券ね、フリーチップがございますので、それ買っていこうと思います。そうそうそう。料金ね、こんな感じで書いてありますけど。こんな感じでね、ちょっと食券の券売機みたいなのがありますんでね。これでね、見てみると、1日フリーキップね、収支の方が550円で売ってますんでね。これでね、行こうと思いますよ。まあ、こんな感じでね、買ってみましたよということでね。まあ、でっかく日付が入って、A1 でフリーキップということでね、やっていこうと思います。ちなみにね、券売機気をつけないといけないのはね、千円札しか使いませんからね。有人機だったらね、まだ壊してもらうことできますけどね、お金壊すことできますけど、ね、無人機だとお金壊すこともできませんから、まあ、それだけは、ね、気をつけないといけません。IC カードとかも使いませんからね、なんて話をしていたら、電車がやってきますね。ちょっと次の電車に行こうと思います。あんまりローカル線で1本逃すとね、痛いやろうっていうところもあるかもしれませんけどね。実は、四日市安田路鉄道って言うてね、まあまあ走ってるんですよね。こんな感じで。多いところだとね、こんな感じで、1、2、3、4、5、6、四日市方面やったらね、10分に1本出てたりとかね。こんな感じで。まあ、基本的に日中でも、1時間4本ね、4本ずつ出てますので、まあそんなにね、1本逃してもね、痛くはないということですね。で、ここでね、列車の一件があって、特に日永駅はね、こんな感じで今入れ違ってますけど、もう楽じゃん。ちなみに確か日本で一番新しい心臓の釣り隠し車なんでしたっけ。そうそうそう、ラロゲージでね、幅が狭いもんでねっていうのをね、ちょっとまあ今ちょうど電車がね行きましたから、ちょっと人が減るでしょうから、
日永駅でね軽く、おさらいの方をしておこうと思います。四日市あすなろ鉄道ね、これ三重県四日市市で走ってる電車ということで、まあ路線はもう見ての通りということですね。四日市から宇都部線までに結ぶ宇都部線と西の方に伸びてるね、これが八王子線という名前なんですけどね。これなんで八王子線かっていうかというと、また西日の行った時に詳しく説明しました。ということでちょうどここがね分岐駅になっておって、まあ全線単線なんですけどね、ここでちょうど行き違いをして西日の線の電車が単線で奥に入って折り返してきたら、また宇都部方面からやってくる列車と折り返してという感じなんで、基本的にね四日市方面行くやつと35分で48分で48分という感じで連絡するような形になってます。これでね西日の方面からね四日市方面に行こうとする人はそのまま、そうですね、西方面からやってきたら、こっちの方に行こうという人もこっちから乗れますしっていう形で、運行がされてます。こうとこうがって感じね。長さとしてはそこまで長くない路線ですよね。同じねナローゲージでも、またナローゲージの説明もしないといけませんけど、北西線に比べるとだいぶ短いですよね。市もまた来ませんし、全部宇都部もね、完全に四日市市内ですから、本当はなんか鈴鹿の方に伸びていく計画もあったらしいですけどね、もう今となってはでございますが、ということでね、四日市あすなろ鉄道ってことなんですけど、こんな感じであすなろ新聞なんていうのも出てるんですよね。こんな感じで沿線のイルミネーション電車とかもします。またね紹介したらできてればと思いますけど、こんな感じでね、いろいろ地元のねスポーツチームとかの応援とかもやってますよということでね、あ、地図もある、わかりやすい。大体こんな感じですね。川毛川、まあ、なかなか呼びにくいですけど、川毛川を過ぎたところにあります。実は日永地区っていうと、基本的には、泊まりはね含まないとしても、名残の一本門とかとか、ここね海軍道路が、これ海軍道路っていう名前なんですけど、この海軍道路から上側は、全部基本的に日永町ってところになります。日永の、真ん中が日永で、日永東と日永西っていうのが あるんですけどね。そうそうそう、基本的にこれ笹川中学校と南校のところで日永が分かれてますんで、ここまで大和田日永で、笹川中から、これ西日野になるんでしたっけね。そうそうそう、こんな感じで分かれてるんですよね。そう、ここら辺がね実は町名がぐちゃぐちゃに混じってたりするんで、実は複雑回帰なところになってたりしますけど、そう、飛ぶ地があったりしますんでね、町のね、こんな感じになってますよ。で、これがね、日永で梅町でやってるところなんで、まあ、ちょっとね、離れてるんですけどね、こんな感じで、ちょっと日永の中でも、日永駅って、日永って名前なんですけど、だいぶね、ちょっと離れたところにありますんでね、逆に言うと日永駅は、もうこの川を越えてね、この川北川を越えたら、時折地区になっちゃいますからね、赤堀とかね、あっちの方に地区になってしまいますからね。そうそうそう。まあ、こんなところにある、日永駅から始めます。日永駅だったらね、また7分後にはね、どっちかしらの電車がやってきますんで、今宇都部駅が行ったんで、向こうで待っとったら西日野駅が来ますね。とりあえず西日野に行ってみる、宇都部駅に行ってみようか。まあフリー切符なんで何とでもできますけど、この駅からね始めるのにはね、もう一つね理由があります。まあもちろん私の家から近いっていうのが一番の理由って理由なんですけど、最寄り駅ですからね。なんか小乳道くんがあちこちにいますね。ちょっと怖えぞ、小乳道くん多い。なんでこんな飛び、あっと微妙に飛び出したな。そう、これがね、非常に分かりやすい。やっぱりちょっと物が置いてあります。これ何やというとですね、ここに書いてありますね、四日市あすなろ鉄道の台車って書いてありますね。あすなろ鉄道で実際に使用していたものがここに置いてあります。全国で3カ所しか運行していない特殊狂気ね、ナローゲージというものを使っている。これがね、この路線のね、アスナローのナローに、由来にもなってますね。なんと、線路幅は762ミリということで、ね、新幹線などって書いてあります。まあ、近鉄もこれでね、もともとアスナロー鉄道は近鉄が運営してましたからね。まあ、その前は三重交通がやってたりするわけですけど、で、標準機の線路幅1435ミリの、ほんと約半分しかないということですね。そうですね、米山線、この辺り走ってる名古屋線や米山線は標準機でしょう。で、狂気ね、1067ミリ、関西本線とか、三岐鉄道とか、伊勢鉄道とかね、まあ、JR の在来線はね、基本的に
その浜ですよってことでね、それがこれなんですね。ここに置いてあるのは凶器の台車というか車輪と、実際の特殊凶器、ね、ナローゲージの台車が置いてありますよということです。これで比べるのがわかりやすいですよ。この一番左がね、基準にして一番外側にある、これが標準機の幅ね、これが標準機の幅ですよと。で、ちょっとちっちゃくなる、これがね、凶器の幅、 JR の在来線とかのね、幅で、このナローゲージっていうのはさらにちっちゃい、この幅になるっていうかね、これ相当ちっちゃくなる。そうするとね、まあ、昔はね、このね、小規模でとかね、ちょいちょいあったってことなんですけど、まあ、今ではもう本当に少ないというのは、輸送力とかもね、あの出力とかもね、ちっちゃくなっちゃいますし、で、まあ、言うなればね、あの、トラックと軽自動車ぐらいのね、軽の番ぐらいのね、差が出てきますんでね。で、まあ、そうするとね、昔はね、このちっちゃい列車をね、手軽に引けるっていうんでね、それなりに全国をあちこちに走っとったし、まあ、費用もね、その分安く済むっていうんでね、あれだったんですけど、今となってはね、大型台車の方のがね、出力が上げれる台、あのモーターとか積んだりするね、こともできます。高速化もね、できますよね。新幹線だったら300キロで、と比較でね、走っていくわけでございますよ。で、近鉄の火の鳥だと130キロとかね、余裕で出していくわけでございますよね。そういう風になってくるとね、あれ、この幅ではそうはいかない。最高時速多分40キロとか、それ60キロくらいまでしか出せないんじゃないかな。ね、ここなんかでも制限速度20キロの時は25キロとかになってますもんね。そう。まあ、そういう構造になってますよ、ということですね。まあ、このね、珍しさから、それなりにね、鉄道派の方も来られるといいんですけど、どちらかというとね、北西線の方に皆さん乗りたがる傾向があるみたいで、まあ、あっちの方は、燃え起こしなんかもやってますよね。あの、ソハラミユキちゃんでしたっけ、ね。あの、この子ね。あの、クリアファイル買ったこの子ね。そうそうそう。なんかもね、いますからね。あ、なんか話をしておったら、向こうの電車が来るってことは、もうすぐね、西の方の方も来るでしょうってことですね。あ、ちなみにね、横地安成鉄道は、まあ、もともとこの前は近鉄とか運営しておって、で、その前は三重交通とかが、で、三重電気鉄道とかなんかね、いろいろやってたんだったっけな、うん。ということなんですけど、ね、結局近鉄の中でも不採算路線ということで、まあ、廃線にするかどうのこうのってなった時に、まあ、結局ね、沿線にね、学校も多いんですよね、ここ。で、通勤事業もね、まあね、それなりにはちゃんとあるということなんで、四日市市がね、こう、まあ、資金援助というかね、出資する形でね、合弁会社を作ったのかな。で、四日市安田の鉄道っていうのが、できましたよと。いうことで、今は四日市安田の鉄道としてか、運営してますけど、鉄道のね、下の整備とかそういうのは、それか近鉄とかやってるはずですよ、今でも。なんて話をしておったら、向こうからね、トロトロと。本当トロトロとでしょ基本的に全部3両編成の電車がやってきますね。昔はね、ナローブルーっていうのも走ってましたけど、ブルーは引退したのかな、最近見かけない。確か引退したのかな。まあ、基本的にはやはり横地ホームに行く方が多いですよね。まあ、横地ホームに行ったら、ね、近鉄横地の駅前ありますし、まあ、ただ品川もね、住宅地、海手の通りに結構住宅に囲まれてますし、あっちの方に行ったら結構ね、団地なんかもあったりしますからね。うん。品川も人口の多い町ですからね。あと基本的に、西日野線はね、八王子線の方はね、このまま分かれてきますけど、品川線の方、品川線じゃない、宇都部線の方は、旧東海道沿いを基本的にずっと走ってきます。ですのでね、結構見どころも多いところになってますんでね、また後々ね、じっくりと。言うてね、今回はね、ターミナル完全制覇って言ってもね、距離も知れてますんでね、ほぼほぼ全域制覇でね、できるんじゃないかと思いますんでね、そういう感じでやっていこうと思いますよ。面白いのが、改めてじっくりここのホーム見てみると、ちょっとなんかこっち側にホームの名残みたいなのもあるんですね。今は構造としては、2面3線ですね。西日野線がね、専用で、
1面1線持っておって、同じ面の反対側に、宇都部線が来て、で向こう側に、宇都部方面の電車が止まるホームがあるって形ですね。おお、あれ駅の方に来た、なんだなんだ、山田さんを捕まえに来ちゃったかなってなんてことはね、冗談を置いといて、で面白いのはこれでね、四日市方面でしょ、こっちに、これ西富士のも両方こっちに止まるんで、四日市方面に来た人はとりあえずこっちに行けばいいと。おお、向こう行くんだ。さあ、なんかさあ、風雲急を告げておりますけど、何やとまでね、列車来ましたね。まあ一駅ですけどね、まずは西日野駅まで乗ってこうと思いますよ。さあ、おー、ツーマウントしてら、よいしょ、